なんとですね、緊急クエストが発生しました。なんかね、この無人島に昔から住んでた幽霊がこいつなんですけど、なんかね、話しかけたらびっくりして魂が飛び散ってしまったので、探してくれというね、緊急クエストが発生したので、サクサクっとね、やっていきたいと思います。しょうがねえな。お、錦鯉だ。サンキュー。あ、これ、あ、オッケーオッケー。これだね。はーい。ひんやりしてるー。お、タイだ。ありがたい。よっ、あった。もう一つある。よっ。よし。お、オッケー。あと一つー。よし、オッケー。で、ゆうたろうはあそこにいんだよね、きっとね。よーし、返しに行こう。ゆうたろう、見つかったよ。はい。うん。はい。これ何回までやれるかな。いや、なんかキラキラしてるから、薄ぼんやりと光るからインテリアぐらいには使えるかなと思って。ちょっと怒らせてみたいな。あ、これで終わりかな。どこまでやれる。5回ぐらいやろっか。夢に出そうな顔はしてるな。ラスト1回。はい、じゃあ返してあげよう。はい。おお、綺麗だね。やっぱりインテリアとして欲しいな。はい、パッパラパー。こいつは何なんだろうな。住人になるのかな。あ、いえいえ。あ、はい。何くれんの。床板。あ、はい。持っていないものはたくさんあるので、高価そうなものでお願いしようかな。うん。あ、ちょっと話巻きでお願いしますかね。上にちょっとプレゼントが来てるんで、甲板の床。はい、ありがとうございます。はーい、はーい、ありがとうございます。はーい、ありがとうございました。バイバイ。あ、向こう行っちゃう。行けるかな。これ多分上なんだよな。あ、もうだいぶ上だな。向こうに流れてくるのを待とうか。じゃあ見るか。持ち物に入れておきました。あ、これか。これか。まあ、後で見よう。こういうイベントもあるんだなー。